皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はナローグリップベンチプレスの解説をしていきたいと思います。鍛えられる筋肉は一緒です。ベンチプレスと胸の大胸筋で、肩の三角筋、この前側のところと二の腕の裏側、この上腕三頭筋、この筋肉を鍛えることができるんですけども、手幅が狭くなるとよりですね、上腕三頭筋、腕の筋肉の力を使うようになりますので、特に腕を太くしていきたい方とか、女性でこう二の腕を引き締めていきたいよっていう方なんかは、手幅を狭めにしてですね、ナローグリップのベンチプレスをやっていただくと、よりですね、腕の筋肉を鍛えることができますので、まあ、その辺は目的に合わせて変えていただければなと思います。あとはですね、手幅が広すぎると肩を痛めやすくなってしまうので、そういった意味ではちょっと肩に不安がある方なんかは、狭めの手幅のベンチプレスをやっていただいた方が、こう肩の違和感なくですね、怪我のリスクを減らしながらベンチプレスを行うことができますので、そういった意味でもナローグリップベンチプレスは通常の手幅のベンチプレスとこう一緒にですね、補助的な種目としてやっていただくというのも非常におすすめです。ではですね、ベンチプレスと全く同じように寝ていただいて、通常のベンチプレスの場合はだいたいですね、81センチラインと呼ばれるこのバーベルのラインに、中指とかもっと手幅広い方は人差し指が来るぐらいの手幅で握ってですね、やると。ナローグリップベンチプレスの場合はだいたいですね、このラインに薬指とか、小指がかかるぐらいの手幅で握っていただいて、あとはもう普通のベンチプレスと一緒です。しっかり溝落ちのちょっと上あたりに下ろして上げる、下ろして上げるという形です。もっと手幅を狭くしたパターンも、あるにはあるんですけども、ちょっとバーの安定をさせるのが難しくなるので、慣れるまではだいたい81センチラインに小指が来るぐらいの手幅までにしておいた方がより安定してですね、動作を行うことができて安全に腕の筋肉を鍛えることができますので、81センチラインに薬指か小指が来るぐらいの手幅で持っていただいて、でしっかり肩を落として動作をすると。この手幅以外のところはもう普通のベンチプレスと変わりません。このベンチプレスの、バリエーションの一つとして覚えておいていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。